お願いします。お願いします。はい、お願いします。くたねです。やっていきましょう、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 やっていきましょう。はい、お願いします。231やと全然飛ばしないやん、全然飛ばしてへんがな。どうしよっかな、ここやっとくか。あってこれ最悪さ、ウォーターハザードウォーターハザード、予想通りウォーターハザードでした。ちょ、手汗がまた、めまた手汗がいくな。最近これ多いな。なんかすごい。なんかね、めっちゃやりにくい。こことパワー5やった。ならいいや。なんか、変な声出した、俺。まあいいや。はい、次。あ、今日はやばいな。今日ひどいぞ。今日はマジで、何も考えずにやってんな。なんかないかな。なんかお話しすることありまへんか。あえて110で言ったんね。危な。セーフ。いや、アウト。はいはいはい。はいはいはい。あ、めっちゃすまん。マジで滑らん。トーンと。あ、意外と飛ぶね。今日はね、今日は、水曜日ですね。楽しみですね。いろいろ楽しみです、水曜日はね。いろんなものが更新されるんで楽しみですよね。ワクワクします、うち。言うてね、今日が21でしょ？まあ、まあ、ゴルフは、まあまあまあ、特に何も変わらずに平和に終わると思いますけども、もうね、たびたび言ってますけど、本家の方はもう執念ですよ。まあ執念前の一個のもう一個、まあ執念につながる物語、まあディランなのかな？ディランかもしれないけど、ディランが来るかもしれないからね。楽しみですね。いや、マジで楽しみやな。今回のね、まあ最後、執念前最後の通常イベントのね、あのブライダルイベントは、現状、シャルとね、あ、また名前、なんで忘れんねん。メラルーカがね、当たったんで、バンバン剤なんですけど、まあまだね、無料単発は続いてるので、全然俺はまだ当たると思ってるから、フランも当たると思ってる。てか、フランやん。フランとかいいんちゃ、来たらいいのに。来たらいいのにって。そんな適当な。テニスやったら結構早めに来てたやん。フランとか出したらいいのにな。いいやん。みんな喜ぶで。まあ、俺は引かんけどな。次行きましょうか。さすがにね、男性キャラが来るのかなと思うので、まあ、誰くんだ。男性キャラやったら誰やねんやろな。まあ、誰なんやろな。まあ、安牌で言ったら、ジュダーとかさ、とかになるけど、どうなんやろな。ジュダとか、全然ありやけどな、ジュダ。俺はちなみにありなんですけど。どうなるな、ジュダ。まあ、僕的にはさ、レクトが来てほしいですけど、レクト一番好きなんで、推し。レクト好きなんで、レクト来てほしいけど、まあ、ジュダ、人気的にはジュダ、その辺なんかな。まあ、それこそネモとかな、来たらね、まあ、これで本家も出れるねと思えるんですけど、あと誰パッと顔、あと雪村おってリアムおるやろ。誰がおる、人気キャラ。人気キャラやろ。人気キャラって言ったら誰やろ。まあ、いろいろおるからな。わあ、最悪。やっちゃいました。人気って言ったら難しいよな。人気キャラってそう言われたら難しい。
ああ。だから、フレームむず。フレームとかブレードのね、アプローチはむずいよ。パワー高すぎるねんな。力強すぎるからな。絶対やりすぎるねんな。まあまあまあ。次。よいしょ。なんか今、白猫開こうと思ったんですけど。ジューダ、白、黒か白はさすがにな、来るならせこうちゃうな、もっといい時出してほしいしな。人差やもな、ちょっとまだね、早いな、もうちょっとこう、ね、蓄えたい感あるからな。誰やろな。まあ、レクト、カルマ来たからな。レクト、ウェルナー、ジューダー、あたりね。まあ、ディラン。まあ、そういう意味ではディランとか、その辺なのかな。その辺が安牌じゃない？僕の今持ってる男性はブラッド。ブラッド、ちょっと違うな。ビール、うん、そうやね。ビールナーでやったり。あー、ジークね。ジーク来そうだね。ジーク来そう。あ、ジーク人気やん。そうやね。ジーク人気キャラやから来るね。ジークありそうやね。めっちゃジークありそう。ジークいいやん。欲しくなるな。なるへそね。なるへそ、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 なるへそ。まあまあ、こんなもんかな。まあ結構見てる。もうバレンタインティナ、ティナマグラム行ったから、もう十分やな。こんなもんでしょう。なるほどね。せやな。やっぱその辺だね。ジークやな。ジーク、めっちゃありそうやな。ジークありえるね。なるほど、ジークか。自分で言って、ジーク完結してるけど。ジークね。ええやん。天候とかも、天候はでしょ？雨降ってる時とかもうぴったりやん。雨降ってる時、パワーショット、飛距離アップとかも最高ですやん。おもろいやん。そういうのも全然いいと思いますけど。雨降ってたら飛距離アップ。やっぱね、レイナーなんで、雨、うわ、もっと滑ったりけど。そう、雨降ってる、雨がね、得意なんです。逆に晴れてたら苦手みたいな。だから晴れてたらめっちゃ弱い弱体化するけど、雨降ったらめっちゃ強いなるみたいな。おもろいやん。そういうなんか、めっちゃ両極端なキャラも、ありじゃない。もう、全然おもろいけどな。そろそろなんか多少、なんかえげつねえキャラ作っても俺いいと思うけどな。ちょっと崩壊させても。軽く崩壊させて荒れるぐらいのが面白いと僕は思ってるけどね。ニアピンいきます。やっぱりね、白猫ユーザーはね、あのインフレに飢えてるんで、インフレしてくれないとね、白猫じゃねえと思ってるから。じゃあ分かる人には分かると思うんですけど、白猫ユーザーはね、もうインフレしてなんぼなんで、逆にこんなゴルフが平和なんか、ちょっと逆に気に食わんみたいな。逆におかしくなりそうなんですよね。なんでこんな平和なみたいな。このゲームこんな平和で大丈夫って、もうちょっと荒れた方がいいんちゃうぐらいの感覚で言うんですよ。分かるかなみんな。分かる人には分かる。多少あれで環境がめちゃくちゃな方が僕がもう盛り上がるんですよね。っていうね。っていう話でした。ということで、なんか適当に雑談しながらやりましたけど、まあ、ええ感じに、白猫の話できたんじゃないですか。愛は伝わってるね。毎回言ってますけど、本当に。大好きなんで、白猫が。とりあえずね、僕は、いつも言ってるけど、ゴルフはルーシーを待ちながら、まったりと遊びつつ、まあ、本家の方はもう執念なんで、まあ、本家の方に僕は今はね、マックスで頑張りたいと思います。まあ、動画は上げないけどもね。ということで、終わります。バイバーイ。